北海道の熟年夫婦、ドーミー夫婦です。今回はキャンピングカーで旅をしていてどのくらいお金を使っているか、私たちの場合ということでお見せしたいと思います。富良野方面へぶらーっと行って、自炊はせずに全部外食で観光をして帰るという一泊旅です。まず出発したらガソリンを満タンにします。カード会員なのでレギュラー158円、タウンエースのガソリンタンクは43リットルなのでちょこちょこ入れています。今回は夕方の出発で、高速のパーキングで晩ご飯を食べて、お風呂に入って観光の目的地近くまで走って道の駅で車中泊をするコースです。 15.47 リットル入って2444円でした。岩見沢パーキングで晩ご飯を食べることにしました。建物の隣に馬、馬名金太郎、万栄競馬の史上最強だった馬がいた。暗いところにドドーンと黒い馬がいました。ちょっと怖かった。パーキングではご当地のソフトクリームや名物をチェックします。海鮮黒醤油あんかけ飯、海鮮黒醤油あんかけ麺も人気1000円、なまらうまい北海道の味覚ホッケフライ定食。お店をぐるっと一回りして気に入ったものがあればお土産に買いますが、この時は何も買いませんでした。高速道路で買える釜飯1296円、ご当地名物コーナー鳥の屋の美梅焼き鳥、これ結構好き。ご当地の肉シリーズ、牛の里のハンバーグ、白老の孤島のホルモン、味噌岡玉味噌豚丼、これ札幌キー入り。札幌キーって札幌名物の美味しい玉ねぎ、岡玉もつ鍋もあり。岡玉ジンギスカン、これも札幌キー入り。リピート率ナンバーワンは半熟カレー煎240円、こういう見出し見るとついつい買っちゃうんですよね。外国と旨味のある醤油、ここは黒醤油を名物としているので、黒醤油のあんかけ麺1000円とイカゲソそば780円にしました。はい、ありがとうございます。イカゲソそば、ゲソ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 、海鮮黒醤油、どんな麺か、そんなに漁ってはいないんだね、生っぽいやつだ。高速料金は1980円でした。上富良野の富良縫温泉に来ました。その土地の温泉に入るのも楽しみ。天然温泉、割引できるものがないかなとシールを見てみたけどなかった。料金は大人1人650円、イオンのカード提示で100円割引になりました。イオンのカードって意外と割引あるんですよね。ここは美瑛、お風呂の後は道の駅美瑛岡の倉で車中泊しました。道の駅の洗面所には洗髪禁止、何度も。北海道の11月はこんな感じ。これ水たまりの氷です。窓も凍っちゃってます。カリカリポリ。キャンピングカーも電気毛布が必要な季節かな。道の駅のすぐ後ろは線路で電車が走ってました。宿泊料金は0円。出発、朝早くから空いてるお店がなかったので朝ごはんは自販機に向かいます。レトロなそばとうどんの自動販売機があるから来てみたよ。お邪魔します。あったよ。350円を、まず投入、あ、暑いよ暑いよ。そばを買ってみます。パパそば買います。お、19、18、23秒でできるのかな。お、来た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 、垂れるよ垂れるよ。はい、おそば。そうそうそう、これこれ、おいしいおいしい。食べた後は観光に向かいます。美瑛の景色はまさにパッチワークといった感じ。水を汲む設備、地下に太いパイプが埋まっている。パノラマの道、深夜の丘、美瑛。
これは牧草じゃない、麦だ、麦ロール、麦ロール。麦ああ木でできてこうやって顔作ってある。すごい面白い。あっちにもある。いえ、新鋭の丘。なんかさ、顔がさ、こんなになってるよ。曲がってるの。曲がってる。うわぁ、綺麗だ、ここは。ワークの丘って何って結局どういうこと？どうやら連作を避けるために隣り合わせに違う作物を毎年こういろいろ植え替えるから違う種類が見えてパッチワークに見えるぞと。なるほど。連作って毎年同じものを植えてるとダメになってくるんですね。そうそうそう、取れなかったりするから。なるほど、うん。革新館なんだ。ああ、11月は10時からだった。ごめんなさい。残念。北の国からのロケ地来ましたよ。入場料がかかる。行ってみます。あり入場券買います。一応ロケ地3カ所に分かれてますけど、ここだけでよろしいですか？ここだけじゃなくて3カ所。入場料に1人1200円払いました。そして3カ所をゆっくり2時間ぐらいかけて回りました。ジャムおばさんのジャム工房来ました。ジャム作り体験教室もあるんだね。いろんな種類のジャムがあるね。砂糖を使っていない蜂蜜で作ったジャムが一つだけあったので珍しくて購入しました。そしてお隣には、ここはアンパンマンショップでした。わあ、石でできたアンパンマン、バイキンマンって、よくこれ墓石屋さんにあるよね。何のために生まれて何を知って生きるのか、くだられないなんてそんなのは嫌だ。これがいい。お腹空いてるから。さっきジャム買ったしね。持って帰る。フラの生ラボを買ってみる。バター醤油とトマト&チーズがあるよ。自動販売機で買う。バター醤油380円投入。なんか回転したね。お店の名前は雪と花さん、寒いので入って待ちます。来ましたよ。食べるよ。買いました。ホリエモンプロデュース、ユイガドクソンでカレーを食べます。自家製ソーセージ付きカレーです。ホムカレーです。で、大きさが違うよ。食事代はカレー2人分2580円でした。フラノマルシェ、いろいろ入ってる。帰りに立ち寄りましたが、結局何も買わずでした。マルシェをぶらっとした後は、また高速を使って帰ることにしました。
帰りの高速代は2770円でした。家の近くのガソリンスタンドでガソリンを満タンにします。旅中のガソリンは 28.72 リットル使って4566円でした。ここで今回使ったお金をまとめてみると、夕食代1780円、高速料金4750円、風呂代1100円、宿泊代0円、朝食代700円、北の国からロケ地入場料2400円、お土産のジャムとパン2200円、おやつ代の生ラボ380円、昼食カレー代2580円、ガソリン代4566円の合計2456円でした。